皆さんこんにちは。今日はペフラシューズポチですが、その前にロケットスクエア横のクロワフォバン通りに立ち寄ります。いきなりですがここでクイズです。はい、今パリの11区を散歩しているところなんですけれども、こちらの道路のところにこんな石が向こう側にもあるんですけれども埋まっているんです。これはフランスで発明されたある装置が昔ここに建てられていたその土台なんです。さて一体それは何でしょう。ここにもあります。ここにもあります。ここにもあります。こっちにも車の下にもあって、さらにここにもあるんです。さて正解ですけれどもこちらになります。ギロチンです。ということでここでは昔首をボンボン切っていたところなんですね。墓地の方に渡るとそこはパリ最後の区20区になります。ここは公園ではないので犬の散歩やジョギング、ピクニックなどは禁止されています。有名人が多く眠っているので地図があります。これはオンラインでも見ることができます。お墓からまっすぐ見るとモンパルナスタワーが見えます。こちらがセビリアの理髪師やウィリアム・テルを作曲したロッシーニさんのお墓になります。こちらがパリの街の大通りなどをデザインしたオスマンさんの家族のお墓になります。それではショパンのお墓を目指して歩いていきましょう。このデノン通りを進んでいきます。ショパンのワルツのようにちょっと明るくてもなんとなく寂しいようなお墓です。前回お墓参りをした後急にショパンのワルツが弾けるようになったので今回はお礼のお墓参りです。ショパンさんのお墓にお参りするとピアノが上手になりますよ。画家のモディリアーニのお墓を探そうと思ったんですけれども、画家の人たちって結構貧しくって亡くなっているので、お墓自体大きくないからもう全然どこにあるのか分かりませんでした。ピストルで撃たれて亡くなったジャーナリストヴィクトール・ノワール、有名な彫刻家が彼が倒れた時の様子を作ってくれたのは良かったのですが、なぜか股間をもっこりと作ってしまい、それがいつの間にか子宝の神様状態になってしまいました。ノワールの唇にキスをしてもっこり部分を撫でて花を彼の帽子に入れると子宝に恵まれるとか、右足に触ると妊娠できて左足に触ると双子ができると言われています。ですから彼のお墓の4箇所はツルツルになっています。自分は動画撮影中に間違って右足に触ってしまい、フランスから帰ったらお腹が大きくなりました。シャンソンの歌手で有名なエディット・ピアフ、日本人の皆さんは彼女の有名な歌「バラ色の人生」や「愛の賛歌」をご存知ではないでしょうか。
ミッドナイトインパリスの映画をご覧になった方はご存知だと思いますが、キャスイ・ベイツが演じたこの人、作家でもありピカソの友人でもありヘミングウェイとも交流があった人物です。サンフランシスコの隣の町オークランドにも住んでいたことがありました。今は桜が綺麗です。オスカー・ワイルドさんのお墓って昔は女性のキスマークですっごいいっぱい汚れてたんですけれども、今はもうキスができないようにこんな風にガラス張りになってます。口紅の油分でお墓が傷んでしまったので修復作業が行われました。それでもキスマークを残そうとする人がいます。ダメですね。フランスの小説家、大作「失われた時を求めて」を書いた人です。皆さんは何かを食べたり匂ったりした瞬間に自分の過去を思い出すことはありませんか？学校の音楽の教科書にも出てくるあの有名なオペラ「カルメン」を作曲したビゼーのお墓です。素晴らしい音楽を残してくれてありがとうございます。カミーユ・ピサロさん、印象派の画家のお墓が分かりません。ピサロさんのお墓が分かりませんでした。墓地から歩いて15分ぐらいのところで休憩です。こちらのチョコレート屋さんのココアがパリでも一番美味しいという噂ですので行ってみたいと思います。有名なアンジェリーナのココアよりも美味しいというパリの人もいます。パリで一番うまいかどうかわかりませんが、とにかく美味しかったです。本場のエクレアはこんなに細いんですね。紙コップで出てくるからってバカにできない味です。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次回まで。 See you next time. À la prochaine fois.